宜野湾市長選挙に立候補しているのは、届け出順に現職で自民公明が推薦する松川雅紀さん、新人で立憲、共産、れいわ、社民、社大が推薦する中西春政さんの2人です。普天間飛行場の返還の道筋をぜひともつけたい、やっぱり住んでよかったと思える宜野湾市に、宜野湾市長として姿勢を継続し成し遂げてまいりたいと。2期目に挑む松川さんは、普天間基地の返還後を見据え、跡地利用の取り組みの推進を掲げています。法律ルール、保育園上空、学校上空飛んでいけない、それなのにもかかわらず時間も関係なしに訓練が頻発しています。空の安全、水の安全、暮らしの安全、私はこれを取り戻すと。新人の中西さんは、普天間基地の即時運用停止や水の PFAS 汚染をめぐり、市主導の健康調査などを訴えています。投票日は今月11日で、宜野湾市ではこの日、県知事選と市議選も含め同時に3つの選挙が実施されます。